こちら12月の3日のところですね。人が立ってもいられないような小部屋で、ラマナは数ヶ月も暮らしていた。ある男がこの小部屋に入って座ってみた。男は5分もしないうちに汗まみれで出てしまった。男には小さな空間と苦しい時間しかなかった。ラマナには空間も時間もなかった。ということで、これはマハルシの本のね、39ページですね。39ページの上の方にこの写真が出ていまして、まあそれをここにですね、取り込んでおきました。まあそれは男、まあ女性でもおそらく大人がね、立ったら頭が突っかえるような小さな部屋なんですね。それ上の方ちょん切れて、見えるように思われるかもしれませんが、まあ実際にこんなあれですので、とても立って入れるような空間じゃないですね。そうするとそこに入ると、まあ足もね、組んだら組み替えるの難しいぐらい、まあ一遍入ったらそのままの姿勢でないと困るようなスペースですよね。それ見てますとね。で、そこにじーっとしてて、食べ物とかは持ってきてもらったんでしょう。ですからそこから出るのはトイレに行くときとか、そういうときぐらい。あとは3枚に入るとマハルシは、もう外界も近くしない、ニルビカルパサマージっていうのに、無分別三昧に入っちゃいますんでね。そうすると時間空間がないので、外から見てたら大変だろうなと思っても、本人はね、本人の意識はそういう時間空間認識してないわけですから、セルフの私服と共にあるだけですので、別にどうっていうことないんですね。で、一般の人がね、入って行ってみれば、まあ、南インドですから、閉じ込められてなくても暑いでしょう。そりゃ日中とかはね、特に。ですから、汗まみれで5分もしないうちにもう汗いっぱいかいて出てきてしまったっていうんですね。で、そういう空間じゃなくても、広い邸宅に住んでる人でも退屈だからって、車でどこかに出かけていきますでしょ。仕事をしに行ったり、ショッピングセンターに行ったりとか。ですから、それは空間と時間を使って何かをしたいっていうことですね。どこかに移動したいっていうのは空間利用でしょ。じーっとしてると退屈になるっていうのは時間を自分の心で持て余してるっていうことでしょ。ですから僕らが苦しむのは時間と空間においてなんですね。で、時間と空間っていうのは人間の心が作り出すものですから、自分の心の中で時間空間をどう思ってるかっていうことなんですね。まあ、閉所恐怖症ってあるのは心が作り出すんですね。空間が作るんじゃないんです。寝てる時にはね、誰でも布団一枚に寝てて、熟睡してる時には、狭い狭いって苦しいって思いしないでしょ。ところが、1畳ぐらいのね、スペースに入っててじーっとしててくださいって言われると、それできないわけね。恐怖があるので。ということは、寝てたら恐怖はないけど、起きたら恐怖があるっていうのは、心が恐怖を生み出すんですね。時間空間恐れ怒り恐怖っていうのは心の産物なんですよ。すべて心が生み出すんですね。で、ラマナ・マハルシにはそういう意味での心チッタというのはないので、苦痛ではなかったわけです。凡人は空間をうろうろし、時間に縛られたり持て余したりね。時間に縛られている人、サラリーマンとか公務員の人たち。今度は、もう退職して家でボケーっとしている人たちは、時間を持て余したりって別な苦しみ方をするわけなんですね。まあ、気の毒って言えば気の毒ですね。勤めている間は時間に縛られるでしょ。
それやめて定年退職もって言うと、今度持て余してパチンコに行っても時間持て余す。友達と散歩お話ししても時間持て余す。何やっても時間持て余すようになってしまうわけなんです。持て余す前にね、肉体寿命が果てればいいんだけども、大体は肉体寿命残るので、まあ退屈なのでお金ある人たちは旅行に出かけたりとかね、美味しいもの食べに行ったりとかするわけなんですね。皆さんでも家でね、じーっとしててごらんなさい。時間持て余すから。畑の忙しい時期になると時間に縛られるでしょ。あれせよこれせよって畑が勝手に言うもんですからね。ですから縛られたり持て余したりなんですよ、僕らでも。時空という奇妙な箱、ね。箱ってカタカナで言ったので、時間と空間合わせて箱っていう意味です。自分の意識が生み出す限定領域っていう意味ですね。の中で生きていると思い込んでいます。まあ、誰でも時間空間、限定された時間空間と共に生きているって思ってるんですね。ラマナ・マハルシは時間空間という現象の源のセルフ境、まあ、括弧してゴーって書いておいたのはホーム、あるいはハートのことだからですね。であるハートに安住していました。外から見るとそういう狭い空間にでじーっとしてるんだなって思うかもしれませんが、マハルシはそういう時間空間の関連のないハートに安住していた。心が滅していて、セルフ、今日だけがあったっていうことですね。チッだけがあったっていうことですね。ですから僕らも時間空間を超越すればそうなるんだけれども、超越できないので、超越する信用のためには、どこにね、住まいの場を設定したらいいのかとか、時間をどのように使ったらいいのかで、悪せく、まあ苦労するわけなんですね。まあ、以上で3日のところは終わりですね。